このモリモリのウインナー、うわうわうわ、一番好きな肉なんで、これを買って帰ってほしい。今日なんかいつもと違うシチュエーションですね。そうだね。今日は何ですか。じゃあ今日は、亀ちゃんおすすめ韓角スパゲティ4選ということでお届けしたいと思います。ありがとうございます。お願いします。ちなみに韓角スパって、まあ、局長が知ってるよね。僕大好きなんですよね。だよね。でね、これね、いつもすごい困るのが、名古屋以外の人というか、まあ、東海地方とか以外の人に聞かれると、何ですか、あんかけスパゲティって話になって、で、大体みんなあんかけスパゲティって想像するのが、あんかけ焼きそばみたいな、はいはいはい、スパゲティ版っていうさ、はいはいはい、あの、想像するみたいなんだけど、全く実は違ってて、ナポリタンとミートソースのブラックペッパーピーターっていう感じに、おかずが乗ってると思って。癖になる。結構スパイシーですよね。めちゃめちゃスパイシーで、まあ名古屋行くとおすすめ聞かれるんだけども、あの2分の2に4つ行くかもしれない。ちょっと教えてもらおうかな。これこれ、あ、ここはあんかけスパゲティのラスト屋の店で、具材がすごく多くて、でガーリックパウダーかけて食べるんだよね。ちょっとここも個性的で美味しいんで、ぜひ紹介したい。行きましょう。行こうよ。ここは、あの、とにかくメニューがめちゃくちゃ豊富なんだけど、あの、量が選べるんだよね。S、M、L、W ってのがあって。ピカタとかカルボナーラとかいろいろあるんだけども、多分名古屋以外の人これ見ると、何これっていう感じになるのかなって。で、ミラネーゼ。俺これ好きなんだよね。とにかくいろんなメニューがある。トンカツ乗ったりなんか、バイキングこれ人気あるね。カジキのフライとかカウインナー。これがね、あの、俺が好きなミラネーズなんだけど、マッシュルームとベーコンと赤ウインナーの、これでもっとバカに入ってる。うまそうっすね。これ太麺でしょ。ほんとだ。見て、このモリモリのウインナー、くそうまそう、ね、ソースがドロッとしてるでしょ。本当ですね。でもブラックペッパーがどんなに入ってるか分かるでしょ、これ見るだけで。本当だ。でしょ、これがスパイシーでたまんないんよ。ね、ね、この太麺。ボソーっとした感じ。はいはい。で、これ麺に絡むためにわざと茹で置きにしてるみたいなんだよね。へぇー。うん。で、太いからこそ、このトロッとしたソースが絡むっていう。なるほど。感じかな。麺を噛み切る時の歯応えが僕好きです。プチっていう感じだよね。ちっとブリの間ぐらいですよね。うまいんだよね。うまいですね。でもさ、なんていうの、めちゃくちゃ絡めるっていうのと、はい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 、これでもかってこう絡めて食べるみたいな、はいはい、感じかな。うわー、めちゃ食いたくなってきましたね。いいね。はい。で、そんでここのおすすめはこのスパイスなんだよね。あの、主にはやっぱガーリックパウダーだと思う。うん。で、これを食べてて途中で味変したい時に結構すぐにバーッとかけるんだよね。そう、一気にこうニンニクの風味がふわっと立ってさ、こう味が変わるっていうか締まるっていうのが、コクが出るというか。いいですね。で、ただ俺が知ってる限りはこのガーリックかけるとこってここしかないんだよね。なるほど。うん。で、俺はやっぱこのガーリック付きでこのカラメテが定期的に食べたくなる味かな。ということで、まずこの辛め亭のこのスパイスの効いたアンクテストリティをおすすめします。ぜひ食べてください。ここはドンキホーテっていう何店舗があるアンクテスパゲティ屋なんだけど、俺的にはハンバーガーのったあんかけスパゲティがうまいよね。行こうよ。行きましょう。ここね、ランチタイムはね、麺の大盛りとか無料になるんで。すげえ。で、俺がおすすめしたこのハンブルグってやつだよ。これがハンバーグとトマト、焼きトマト乗ってんだよね。でね、こうハンバーグはちゃんとこう手ごねでさ、あの、ハンバーグの料理もあるぐらい、特定のハンバーグ乗ってるんで。力入れてるんですね、ハンバーグ。めちゃめちゃしっかり、もう肉汁やばいよ。見た瞬間わかる。そのハンバーグ乗ったさっきのハンブルグっていうのをちょっと今日は食べていきたいと思います。うわ、きた。それうまそう。もう肉汁出ちゃってるんじゃん。とか。困ったのが乗ってさ、で、ここの食べ方はまずひたすら、そうそうそう、このね、蓋を外して粉チーズを好きなのかけるっていう。蓋を外すっていいよね。いいですね。外してくださいって書いてあるからね。まあこれがちょっとたっぷり
で、また肉汁出てんじゃん。まぁ、ちょっと割っちゃうんだよね、これ。うわうわうわ。ほら、くそくそうまそうじゃん。うわちょっとレアめのさ、ニンニク肉しくてさ。はい。美味しそう。うわ、ね、この太麺。でソースはそこまでブラックペッパー効いてないんだよ。さっきの辛めってほどは効いてなくて、どっちかというとマイルド系、うん、でこのマイルド系なんだけど、そうすっごいドロッとしてるんで、このソースをさハンバーグに作って食ったりとかするとさ、これはやばいぜめっちゃ。でさ、トマト程よくこう焼けてるからさ、これもまたちょっと焼きトマト美味しいんだよな。なんか麺に行くまでにさ、ちょっとテンション上がっちゃうんだよね。確かに。マイルド系のところに、なんていうの、ハンバーグの肉汁でコクが足されるんだよね。ああ、なるほど。そう。超おすすめです。なるほど。ぜひここも行ってください。ハンバーグ分厚いっすもんね。分厚いんだわ。ここは超個性的で、めちゃくちゃ麺にソースが絡むの。30年ぐらい毎月通ってるぐらい一番好きな店行こうぜ。行きましょう。ここはさ、ぶっちゃけ教えてないんだよね。一番好きな店なんで。いや、俺のおすすめはこのウィンボールって言って、ウィンナーと肉団子だね、ミートボールが入ってる。俺はこの手作り感満載のミートボール、うわうまそう。揚げてるんだよね、確か。でこの絡み方見てもらっていい？ちょうど絡むんで、ちょっと絡めてるところに食べたら細麺なんだけど、まあまあ十分食べ応えある。名古屋の人もあんま知らないぐらいの個性がある。多分ハマるとして一番ここだと。今までのお店と比べて個人の喫茶店的なお店ですもんね。そうそう、喫茶店だもん、うん、名古屋の喫茶店文化をここで知ってもらうのもいいかもしれないですね。そうなんや。名古屋もぜひって感じですね。これ行ってないからね。この地元はスタンプで。最後に一個だけ。はい。やっぱり一番メジャーどころをやっぱりちょっと紹介していきたいなって思って。これなんだけど。横井さんですね。横井さん。まあ元祖とも言われてるし、ね、もう名古屋で多分一番有名なあんかけといえば横井なんだけど。ぶっちゃけ俺あんまお店に行ってなくて、なんていうかというと、このソースの出来が良すぎて家で食べちゃうんだよ。家で食べてもお店と変わらない味がするってことですか？変わらない、全然変わらん。スーパーとか行くと、まあ、いろんなソース置いてあるね。いろんなメーカーのあんかけのソースがね置いてあるんだけど、まあいろいろ食べたけど俺はこれがナンバーワンって、うん、とにかくうまい。なんで、まあ、名古屋に旅行とかに来ていろいろ長め飯食べて、あんかけまでは行けなかったとしたら、ぜひこれを買って帰ってほしいということで締めていいですか？お願いします。はい、じゃあぜひ名古屋に来たらかけて。以上です。ありがとうございます。